皆さん、こんにちは、南谷です。アニメーションの基礎知識。今回は、アニメのオープニングやエンディングで最後に出てくる制作委員会について解説します。先に、制作委員会とは何か簡単に説明すると、膨大なコストがかかるアニメ制作をするための仕組みのことで、アニメ制作に出資した団体の集まりであり、基本的には制作したアニメの著作権を持っているところです。そもそも、制作委員会の制度は、一般的には、95年に放送されたエヴァンゲリオンをきっかけに広く普及したと言われています。それ以前のアニメ制作は、一つのスポンサーが制作会社に出資することで、資金の調達をしていました。そして、テレビの放送枠を買い、アニメの間に流れる CM でスポンサーは広告を流し、自社の商品が売れることで利益を得ようとするのが基本でした。特に、スポンサーとしてよく出資していたのは、お菓子やおもちゃなど子供向けの商品を売る会社でした。具体例を出すと、鉄腕アトムは明治製菓が、機動戦士ガンダムはクローバーというおもちゃ会社がスポンサーでした。そこでは、明治製菓のお菓子にアトムのキャラクターを使ったり、ガンダムのモビルスーツのおもちゃなどを作ったりなど、現在と変わらないキャラクタービジネスが行われていました。しかしながら、スポンサーとしては、アニメが人気にならないと大損してしまうため、しばしばアニメ制作にテコ入れを加えることがありました。実際、初代ガンダムも放送当時は視聴率が振るわなかったため、多くのテコ入れがなされました。しかし、80年代後半になって、VHS が普及し、アニメをテレビを通さずに実際に消費者に買ってもらい収入を得ることができるようになりました。また、アニメの視聴者もアトムの時に比べ、より多くの年齢層の人々が見るようになりました。このことによって、アニメの制作者側が作りたい作品を作り、それを VHS などの売り上げで回収するという方式が取れるようになりました。しかし、それでもアニメ制作の費用は巨額なため、制作会社が一人で出資するのは難しく、複数のスポンサーを集い、スポンサーになったところには売上の配当やそのスポンサー会社に権利を使わせるといった契約をすることにしました。このことによって、複数の団体が出資するため、以前のような巨額を出さずとも出資できるようになり、失敗した時のリスクも小さくすることができました。このようにして、制作委員会の仕組みができました。制作委員会として出資する会社の多くは、アニメを放送する媒体を持っているテレビ会社や音楽関係の会社、DVD などを制作する企業、そして原作がある場合その権利を持っている出版社などです。例えば、君の名は、の制作委員会を見てみましょう。東宝は映画を配給する会社で、コミックスウェーブフィルムはアニメ制作会社、ローソン HMV エンタテイメントは DVD などの販売会社です。2022年現在でも、制作委員会方式によってほとんどのアニメは作られています。しかし、一方で制作委員会の出資者を減らそうという試みも増えています。その理由の一つが、アニメ業界ブラックロード問題です。当然ですが、出資者が多いとアニメが人気になっても、制作会社への配当は少なくなってしまいます。そして、制作会社自体も多くのセクションによって出来上がっているので、それを分配していくとなると、アニメーターなどに還元される利益は少なくなります。こうしたことから、制作委員会をなるべく最小にする形にすることで、利益を増やそうという制作会社が現れるようになりました。有名な例で言えば、鬼滅の刃を制作した UFO テーブルは最たる例です。実際、鬼滅の刃の制作委員会も3社で構成されています。しかしながら、これはあくまでも成功した場合であって、アニメ全体を見ると失敗の方が多いです。そう考えると、出資者をある程度集めないとアニメを作ることができないのが現状です。アニメ業界のブラックロードを改善するためにも、制作委員会の仕組みについては考えていく必要があります。ご視聴、ありがとうございました。当チャンネルでは、アニメや漫画を扱った動画をアップロードしています。よろしければ他の動画もご覧ください。